ソファイアは、イギリス海軍が第一次世界大戦前に建造した、アカスタ級駆逐艦の一隻である。本艦は、ユトランド沖海戦に参加した折に、ドイツ海軍のナッサウ級戦艦、ナッサウと交戦したが無事生還した、武訓艦である。写真は、本艦と同型のアカスタ級、シャーク。戦隊形状は、概要でのしのげな未成を良くするために艦詞のみ。 還元の高い単線主導型船体では、良好であった。監視乾板上 20.2cm 速射砲を棒立ての、ついた炭素砲がで1機を配置、露天型の環境の背後に3本煙突が、等間隔に立ち、一番煙突のみ高かった。原則乾板上に 53.3cm 炭素魚雷発射管2機を配置し、 後部甲板上、20. 2 0 2トル速射砲を直列に2機を配置した。1912年12月23日浸水。第4駆逐軍に所属。第1次世界大戦海戦時からスピットファイアはグランドフリートに所属。ユトランド沖海戦では5月31日にドイツ戦艦ナッサウと交戦し、ナッサウから主砲、副砲による砲撃を受けた本艦は、 環状構造物を次々と破壊され、特に環境の破壊がひどかった。相関不能に陥った本館は、ナッサウから追突を受けた。本館の被害と引き換えに、ナッサウは、監視区画の非防魚外反を20フィートにわたって、むしり取り、ドイツ戦艦は思わぬ被害を受けて、応急処置のために攻撃停止した。このおかげで、本館は逃亡することができた。 この時の被害は幸いにも近距離からの砲撃で敵団は横合いから突き抜けたおかげで喫水戦火に被害を受けず衝突時の戦隊ダメージも監守側第三区画の隔壁で浸水を止められたために浸水沈没は免れたおかげで本艦は館は生還できた上院による応急処置を続けて太陰港に帰還その後 修理を受けた後は1918年9月12日、ドイツ U ボート U-82 に来撃、撃沈された病院船、ローデシアの生存者救助を手伝った。第一次世界大戦後の1921年5月9日に、スクラップとして売却。ありがとうございます。